ほーい、ちゃおーみんなちゃおってるえっ、ー、とね、本日は8月15日、時刻の方は21時59分。えっ、ー、とね、昨日に引き続いて、えー、アフター2日目、えー、5D による、うーアートメイク、アフターです。うん。ちょっとまあ、な、難航でパチパチの、ビチビチで、メンテナンス大事よ。で、ね、グレースビューティーヘルスクリニック、えー、マガリン先生にやっていただいた 5D ストローク、うーんとアートメイクです。 えー、三回目、メンテナンスっていう名称やけど、まあ、二回は去年、あーコースを、えー、消化してるから、今回、一年未満やけど、ちょっと、いろんなタイミングで今やと思ったから、なかなか予約取れへんねんけど、マグリンちゃんはな、あ,あタイミングで取れて、その時間をして、ちょっと新栽橋まで行ってきてんけど、うん。やっぱりね、違うな、今までちょっと俺ね、二日、二日ちゃう、あの、二人先生変わってんねんけど、もう腕の、うん、違うな、やっぱりな、全然。うん、キャリアが違うのと、ショーを取ってるのもそうやけど、まあ、ショーを取ってるとこしか俺は行かへんねんけどな、うん。 まあ、いろんな先生見てきて、やっぱりあのマーガリンちゃんの、マーガリンちゃん言うと怒られるけど、うん、マーガリン先生のスキル、ラツワンカツル、敏腕スキルの、この、うん、手先は最高です。えー、皆様、えー、グレースビューティーヘルスクリニックう、アートメイクだけじゃなくて、いろんな分野で、えー、アンチェンジングを講師、えーえー、した委員なんで、えー、男女ともなく関係なく、アンチェンジング、もしくはまあ人生思いっきり生きたい方は、ぜひとも行ってあげてください。 うん。あのー、ま、あ俺から紹介やったら悪い気分がありますんで、それはそれでちょっとまた、あの、直接くださればよろしいです。これが、ま、あとりあえず、アフターね。うん。ビフォアって言うんかと思ってまであの、あの、ごめんなさいね、えー。昨日ね、ちょっと気づいたんやけど、あの、マガリンちゃんと、マガリン先生とウォズミちゃんが喋ってる時に、俺ブレブレやったやろ。いつもの、あの、カメラアングルと構図が最高な、あ俺やけども、ちょっと、 ボンミスを犯してしまいました、えー。広角モードになってなかったヒーローモードになってなくて狭めたモードやったんやっどな。まあおとといにちょっと撮影があったからそのためにちょっと狭めてたのをあーっとヒーローモードにするの忘れてました。ごめんちゃい。すみませんでした。で、えー、そのブレブレやったんもあれけどもまあ二度とあの,あの物は取れへんけども違う場合で見てちょっとまた宣伝いたしますのでよろピぴく。で、そのボンミスの 程度っていうのは、こう、難しい顔して、こう、携帯見ながらな、あの、勉強、いかにも勉強俺はしてるで、みたいなやつが、あの、パッと、後ろの、あの、ガラスで見たら、エロ動画見てるでっていうぐらいのボンベスぐらい。うん。そのぐらいだったんです。うん。まあ、次から、いい方気をつけます。留意しますので、すいませんでした。うん。マーリン先生、むちゃくちゃ美しかったやろ。もう、かなりやばいでしょ。いろんな方々、あの、メール、じゃメールチャンで DM くださったけど、うん。あのー、 すごい美しい、内面的にも外見的にも美しい方なんで、まあぜひともあ、興味のある方は行ってください。えー、まあ紹介であればあ、あの、プライスダウンがありますので、えー、来月、再来月ぐらいになったらまた価格は上がりますので、今のうちですよ。うん。まあそれはまた、あの、いつでもまあ聞いてください。はい。まあ、美しすぎるけども、あの、俺は惚れませんけどね。<laughs> あのー、27年に1回あるかないかの、ちょっと今、大好きな女ができたので、えっ、ー、と、いい恋愛をしています。まあ、それが実るか実らへんかっていうのはまだ別にして、うん、人間はやっぱりね、この好きなこと、好きな女、もしくは好きな男、うん、に対して、な、何かの目標、目的があれば、すごいファクターになるもんな、やっぱりな、バイタリティになって、うん。 まあ、そのな、あの、恋愛じゃなくて、俺はやっぱりな、自分に自己投資で、ちょっと今まで走ってたんけど、今も走ってるけどな、これからも走んねんけどな。うん。まあな、自分を好きになることやな、とりあえずな。自分を好きになってナルシストで言われようが、やり続けること。うん。やり続けること。一度きりです、人生。うん。俺はこれからもやり続けるし、自分の己の人生を。うん。あの、シラフのドラッカーうん。自分というドラッグを言ってる。うん、自分の人生。うん、ということで、うん。 これからもを進いたします、うん、そのためにちょっとねあのこの眉毛えっ、ー、となじませんのと形成生成させるのに皮膚とねあと薬品を生成長させのにちょっとアルコールを頑張ってえっ、ー、とちょっとだけ俺は我慢してねんか別にそこまで抜かんでええねんけどな俺のちょっとした美学がねんか違うないやつでもあのよう昔の大ヤクザちゃんが <laughs> あの入れた途端に薬物行ってなよう色飛んだりとかなあのドス黒い色になりやんか うん。そんな、まあ、あ次元の低いのも違うんやけど、まあ、あ自分に対してちょっと美学やな、ね、やっぱりな。うん。色のノリと、ちょっとこのな、やっぱ 5D のラインをちょっと際立つサインで、うん、ちょっとだけ我慢。大事よ。うん、でね、今回ちょっといろんな方からちょっとまた、今回何をやらかしてくれるのっていうの来てんけど、今回の盆休みはいつもちょっと、な、愛知県蒲氷に入って、ラグーナー、シラ、もしくはちょっと、ビ、あの、プル、えっ、ー、と、 プールサイドでちょっと遊ぶねんけど、えー、他のところも行くねんで、他のところのちょっと,っとパワースポット秘境とか行くねんけど、今回はちょっと断念しました。まあ、いろんなさまざまなこの案件を鑑みて、あのー、やめてよかったと思ってます。ね、まあ、この雨の、あああの不幸中の幸いというか、雨が続いてるから、あのー、被災された方々はちょっとお悔やみ申し上げますけども、あのーまあ、自分も行ってたらまあ被災してたかもしれんし、うん、いろんな意味でちょっと今,日今回は、あのー、 自分のために時間を使います。うん。ドローンも飛ばさへんし、今回は、あーと、いろんな意味で、あの、己のちょっと、あやりたいことがやっておられるんで、えー、それに対して進みます。ということで、バババババっといきなり言うて、えー、うん、そんなわけで、ちょっと、おーと、何をやらかしてくれるといっぱい,いきますけど、あの、やらかしますから、ちょっと、あーと、お待ちくださいね、もうちょっとね。あのー、 まあ楽しんでいただけるか、いけただけんか分からへんけども、あの進めてますので、えー、あの違う分野で進めてたのを分離して、全くの分離して、自分のね、またやることをあサンプリングして、シャッフルして、い、う、ろ、ん、んなことでちょっともう頭がもうノイローゼになりそのもノイローゼな顔なんやけど、うん、あーっと進めてますので、うん。以後、披露するときがあればよろしくお願いします。それでは、ババババババッと見せかけて、うん。